出る出る出る。おはようございます、釣り子 TV です。本日紹介したいルアーはこちら、タックルハウスからですね、新しく登場したチューンド系店、TKLM の 140G っていうことで、大人気のですね TKLM シリーズに巨大な、140mm、ね、38g のモデルが登場しましたよっていうことなんですけども、実はねこの開封動画を撮る前にも我慢できずね投げてきちゃった。そしたらね結構いい釣りができたんで、まずはこちらをご覧ください。よし、じゃあさっき買った、カゲロウ持ってんの？くそー、カゲロウ軍団にやられる前に TKLM だ。来たよー。ああ、よっほ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 、よっ、おー、いい引き、いい引き、たもとで。これはどうかな、よ、まだ遠いか、でかい、あ、集中か、流れに乗ってるだけかと思ったら、いけっかな、あ、結構パワーある、うまい。タモ入れ何級だもん、この人うますぎる。おお、でかいよ、これすんごいの入ったよ。うん、これ何ですか？でっかい魚の背骨。うわ、でかこれ、結構でかい餌食ってんね。すごいの食ってますね。 TKLM と同じサイズ、ほらこれ背骨、何食ってんだかだけど、うん、ちょっとちゃんと掃除します。そしてはいよ、これは鈴木って言っていいんじゃないですか。でかい、ドリフトですか、ね、そうだね、チューンド系点でふわーっと泳がせて、でこのゴライアスがねやっぱりすんごいパワーだから、この激流の中でもねこういうサイズをグイグイに寄せられる。まあ竿のねバンタムの力もあるけどね、69ってとこですかね、口閉じで、はい、69、新しく出たこれすげえ釣れますよ。はい、ゴライアス海で使ってるんですけど、このパワーとこの飛距離と使いやすさ、これがねやっとシーバスに使えた。こういうルアーね、グイグイに巻いて、そんでグイグイに魚かけたらですね、70近いやつもね今みたいな感じでスムーズに取り込むことができるんで、ぜひねゴライアス覚えておいてください。じゃあ引き続きランカー狙っていきます。このゴライアスのトラブらない飛びが、夜のねこういうねバックラッシュ一発アウトみたいな時にすごい助かるな。あとは音は鳴らなくなってるんだけど、やっぱりドラグがねすごい出ていってほしい時にちゃんと出ていってくれるっていうのが結構いいですね。来ましたよ。
あ、これはちっちゃいかな。寄ってくるな。これはタモいらないやつかもしれないね。おお、うう、あ、バレた。なんかサイズがちょっと下がってきちゃったな。終盤戦か。いやー、これはいらない。頑張る。復古サイズだ。うー、元気ー。ふいー、がっつりがかりだな。よいしょ。はい、ゴライアスと秋の復古くん当たるようになってきた。いいね。でもランカーが出づらいんだよな、そうなると。ああ、俺のも今の60ないくらいだな。ウェイウェイ、どうだどうだどうだい。ナイス。これはマッチだったら抜くサイズだな。マッチ抜くサイズ抜いてみるか。いやー、どうやって抜くんだこんなの。マッチ抜きサイズ、漁師スタイル、スイッチオン。オッケー。はい、相変わらずの TKLM 絶好調。ただね、ちょっとサイズが下がってきたんで、そろそろちょっと一回展開を変えてみようかなということで、まあ、タックルは引き続きジーニアスプロジェクトのゴライアス、海で使えるやつに新しく出た TKLM の140でバンタムの組み合わせでアキシーバース。はい、というわけで帰ってきたんですけども、開封してね、早速こう投げてみたらね、なかなかに高性能なルアーで、こうフックサークルなんかもね、かっこいい感じについてきたんですけど、よーく見るとね、シーバスの歯型なんていうのもね、ついてきて、だいぶねちびい感じになってきたな。ね、この秋ね、どんどん使い込んでみようと思うんですけども、これね、パッケージにも書いてあるんですけども、TKLM の140の G って書いてありますよね。で、ここに何やら内部構造が書いてあって、これがね、とんでもなく新しい新機能で、タックルハウスのね、スペシャル機構なんですけども、皆さん、ガウス加速器ってご存知ですか？自分もね、この TKLM140 の G ね、どんなルアーかって調べていくうちに、こんなすごい機能がついているんだっていうことでね、びっくりしたんですけども、裏にもね、こう説明書きが書いてあるんですけども、ちょっと見ていくとですね、ルアーのヒット率が特に高いのは着水から引き始め、泳ぎが安定するまでの数メートル、数秒間。しかし、ルアーは引き始めてから本来の動きが出るまでどうしても間ができてしまいます。そこで、重量級リップレス特有の魅惑的なアクションを初期から加速する全自動の機構、K10G システムを開発。
着水後糸吹きを取ったその瞬間からドラマが始まりますということで、 G システムっていうことでね、この G システムっていうのが、ガウス加速器の理論を応用した装置なんですね。でね、ちょっとどういう感じで分かりやすく説明できるかなってね、こんなコイン用意してみたんですけども、よく実験とかでやってたりして、自分も昔やったなーなんて覚えてるんですけども、これをね、この中にあるちょっと鉄球ね、重りに見立てて、説明していきますと、こう例えばね、重りが並んでるじゃないですか。こういう感じで重りが並んでいたとして、こっちからスコーンと当たるとこう動くんではなくてね、コーン当たるとコーンって端っこが飛んでいく。だからこっちにスコーンって当てるとこっちにスコーンって飛んでいくね。こういうね、動きがあって、でそこに例えばですね、ネオジウム磁石を間っこに入れると、なんかネオジウム磁石の代わり、じゃあね、これタングストモリネオジウム磁石だとして、この、磁石を入れることによってね、ガウス銃ってのができるんですよね。まあガウス銃っていうのは銃ね、鉄砲の銃ね。こうネオジウム磁石をかました状態でスコーンって当てると、こっちがビャーンってね、こうビャーンって飛んでいくわけなんですよ。スコーンビャーンって飛んでいくね。この内部構造を中に取り込んだのがこの TKLM140 の G っていうことなんですね。っていうことは、こう重心移動でまず投げるときに、こう後ろに重心が行って、後ろに重心が行って、でまあこうこの図解によるとこんな感じで重りが配列されていたとしてね、こっちが投げた、着水した、でこれが泳ぎ出しの時にスコンスコンってぶつかった瞬間にバーンってこの頭の方でね、鉄球がスコンバーンってすごい速さで銃で打ち出されるように、こう前のところにシャッってね、瞬間的に戻っていく。スコン、ここにガウス加速器の理論を応用した内部構造があるために、スコンカンっていう感じで、こう一番そこに行ってほしいっていうところにウェイトが、こう TKLM って頭を支点にして泳ぐ独特なウォーブンロールアクションなんですけども、それには頭の方にこの重心があってほしいわけなんですが、これがガウス加速器の理論を応用して、ふわースコンカンっていう感じでね、この頭の端っこの方に瞬間的に戻ることによって、すごい泳ぎ出しがスムーズになるね。着水してグリグリグリって確かに巻いた時にゴン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 って食ってくることとかね、着水してバン、なんだって魚が見た時に絶妙な最初の泳ぎが素早く出ることによって魚が思わずバイトしちゃう。確かに投げてグリグリグリ巻き始め、あー食ったっていうね、そういったヒットがね非常に多かったので、まあそんな感じでものすごい最新の機構ね、これはね、タックルハウスもうしばらくね、このG システムによって面白いルアーがどんどん登場するんじゃないかななんていうふうに思うんですけども、まあ、ここら辺の機構がね、そのバス釣りのルアーなんかにも応用されてきたら、そりゃ恐ろしいルアーができてくるんじゃないかなと思いますが、まずはこういった海のね、なかなかシビい感じのルアーに搭載されて登場したよっていうことで、で早速使ってみたところ、まあものすごいヒット率だったなと。結構ねこれ以外にもねいろいろ投げてはいたんですけども、仲間はね結構ねいろんなので釣ったりしてましたが、俺に関してはねほとんどいい魚もこれ一本ね、これでどんどん釣れてどんどん釣れてっていう感じだったんで、非常にね、楽しい釣りができました。そしてはい、今回使ったタックルはこんな感じ。早速ね海でも使えるよっていうことで、このジーニアスプロジェクトの新しいねゴライアス、これをね海で使ってみたいなっていうことで、糸を入れ込んで使ってきてみました。
で入れてるのはねこれねバリバスのナマズ用の PE ラインなんですけども、はい、こんな感じのパッケージでね売られている、5号直径のですね、ナマズ PE ラインでこう、8本寄りのものですね。こんな感じの糸を買ってきて入れてみて、まあ5号ってね、78ポンドってなかなか、強いね、ポンド数なんですけども、これがね色も綺麗だし、なんか視認性もいいしいいかなと思って、あとねちょうどいいなんていうか巻き量なんですよね。5号が 80m で販売されているっていうことで、なかなかねこの太い直径でそのどの長さで売ってるの買おうかなって、バリバスだとこの他に 300m 巻きのね、昔からあるやつとかあったりするんですけども、ここら辺のナマズラインナップで探していくとねちょうどいい糸が見つけやすいなっていうことで、今回はバリバスの、ナマズ PE の、5号直径のものね。で、このゴライアスのね新しいゴライアススプールにどれぐらい入れ込めるのかなっていうことでグリグリと巻いてみたんですけども、80メーターは入りませんでした。およそ70メーターぐらいはこの中今入ってるんですけど、結構こう口切りいっぱいに入れてだいたい70メーターっていう感じ。竿はねこれ先日購入したバンタムのですね、1711ってやつですね。はい、こんな感じで 1711H の、SB っていうね、ちょっと長めの竿なんですけども、こんな竿にこんな感じのゴライアスっていうね、ジニアスプロジェクトのリールをつけて、それでやってみております。でね、自分の場合はね最近リーダーっていうのを組まなくて、こんな感じね、なんか雑誌か SNS で見ていいなと思ってね真似してるんですけども、ここねこんな感じで浮き止めゴムをつけて、でこれね餌釣りコーナーとかで売っている絡み防止パイプね、まあ100円とか200円ぐらいで売ってるんですけども、これをね先端にこうスルスルスルって通して、でここのねスナップのところにねこれねそのままナマズ PE を直結で結んでみております。これでちょっとずれないようにしてっていう感じで、まあこれをまあリーダー代わりというかね、リーダーっていうよりこういうアクションがいいルアーとかビッグベイト使うときにこう糸絡みねした時とかにすぐ手元でカシャカシャカシャってやったら解除できるようにね、 PE ラインそのものだと、ちょっとねこの繊維のところに糸が食い込んだり、まあなんかいろいろぐりゃぐりゃぐりゃってこう柔らかいからね巻きついたりするんですけど、それを防止するためにこのまだおよそだいたい最大で30センチぐらいまでのルアーを投げるので、30センチぐらいかな、まあこんぐらいの長さ、これをリーダー代わりにつけていて、それでこう絡んだ時とかもちょっと手元でこうやってカチャカチャカチャってやったら解除してまた次のキャストに移れるよっていうね、こんな感じのシステムでやってみております。というわけでね、まあちょっとねシーズンいよいよ始まりましたね。これが落ち着いたぐらいに、まあ、この白パターンとか楽しみ出して、でそのまんまね、ちょっと寒いけどでっかいシーバスが狙えるよなんていうねシーズンとかにね突入していくかと思いますので、引き続きね、シーバスの方もどんどん追っかけていこうかななんていうふうに思うんですけども、今回の動画はですね、こちらですね、タックルハウスから新しく登場したですね、TKLM 待望の巨大サイズ TKLM140の G、 これを使ってシーバスをやってみたところなかなかいい釣りができたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。